荒野座文芸センター荒野座は東京都葛飾区に実行委員会事務所を置く劇団。三橋達夫を創設者とする政治団体緑の塔と関連する劇団である。キャッチコピーは荒野に花を砂漠に緑を。団員は青森県出身者が多いが、これは緑の塔の母体が青森にあったことによる。高野座は定期的に一般のコンサートホールで開催される。 中央公園のほか、緑の東軍への音楽喫茶、銀河ジョイなどでチャリティーと称するコンサートを開いている。街頭でパフォーマンスを演じる場合も見られるほか、老人ホームのイモニや学校での公演も行っている。海外では、サッタームフセイン政権下のイラクで公演を行っていたこともあった。講演している主な団体としては、日本ボランティア会。 日本新聞、緑の党文芸局、緑フォーラムなどだが、これらはいずれも緑の党の関連組織であり、構成員も同じである。日本ボランティア会の該当募金活動にて募金者に、公演チケットを配ることもあり、月例公演の入場券には、収益はすべて日本ボランティア会に寄贈されますと記載されている。かつては、中国大使館の公演を取り付けたこともあった。また、 関東大震災を題材にした劇に、朝鮮学校生を招待していたこともあった。演目は、演劇、音楽、舞踊など。演劇や音楽は、主として、三橋達夫が作成した、彼ら独自の世界観、人生観を描いたプロパガンダであるものが多いが、クラシック音楽などを上演する場合もある。キャッチセールス勧誘の実態を記した、ただ文みの著書、ついていったらこうなったでは、 団体名は伏せてあるが、著者が荒野座コンサートに潜入して、恐怖におののいたという記載がある。奇抜な歌、踊り、客のほとんどが内部の人間で、一般客は浮いている、同じ歌に何回もアンコールする、アンコール代は300円別料金である、全員がアンコールしないと歌ってくれないなど、明らかに荒野座のコンサートを思わせる内容である。また、サイト、 遊撃インターネット中の街頭募金野郎の謎、幼児革命においても、高野座公園に潜入し、ショックを受けたという記載がある。ありがとうございます。